レストランがあるんですけども、もう入ったら、昼時入ったらもういっぱいで、あ、これあかんわ、思って。で、もう、そこは座敷みたいになってて、靴脱げるんですよ。だから結構人気あって、それのもうちょっと隣に、下まで、こう、階段で降りていかなあかん。それが面倒なんでしょうね、その靴履いたまま降りんの。だから、そっち側の方が空いてるっていうから、行ったんですけど、まあ、それでも人いっぱいなんですよ。でもそこはカウンターがあるんですよ。こう、外向いて。でもそのカウンターあるんですけど、外はもう雪積もってて、何にも外見えないんですよ。だからカウンター誰も座ってなくて、そこで一人カレー食って。全くバレへんかった。全くバレへん。最後に、バーっとこう、一日滑って帰ってきて、サービスエリアで、コロッケ買うた時に顔さしただけ。それだけ。ただもうほんまに大渋滞ですよ、僕。夏はダイビングでしょ？で、冬はもうこれ完全に僕スノボハマってしまいましたが、スノボでしょ？で、ゴルフでしょ？それからテニスでしょ？釣りでしょ？これよう考えたら、全盛期のヒロミジャンですよ。岡村隆史のオールナイトニッポン。どうもこんばんは、岡村隆史です。もうね、先週まさかの小ネタ集と思ってたのが、なんか世間を巻き込んで、なんか赤裸々に私語ってしまうみたいな、ことになってしまいまして、まあでもこれもね、別にもう一人やからこないして、もう趣味めちゃめちゃ増やして、ほんまにもう何やろな、人生を謳歌してやろうかなと思って、もうほんまに今遊びほうけてますよ。スノボーなんかもなんかやりたいなと思って、すぐこう行動に移せる。そういうとこはもうフットワーク軽くね、いけるとこじゃないですか。こう、彼女がいるわけじゃなし、まあ別にもう風俗でこと足りますしね。風俗行かんかったらもう把握しばって試飲すればもうそれで、あ、別にもうこのまま寝れるわっていう、そんな日々を過ごしてるわけですので、全然これからだからほんまにまだ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 これあれですよ、趣味増やしていこうと思います。お、125cc やったじゃないですか、免許も、バイクの免許ね、しかもスクーター免許やったんですけど、ちょっともう大型取ろうかなって、ハーレー・デイビッドソンとか乗ってみようかな、ので革ジャン買うて、ちょっと今そっち側の方向にもちょっと向いてきてて、まあいつかね、ハーレー・デイビッドソンでこの日本放送に乗り込んでやろうかなっていうふうにも思ってるんですけども、今もうね、ようわからん 65cc という、そういう cc のバイク乗ってますんで、いつかそういうのもやりたいなと思って、どん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 ほんまにそう思ったら、僕ほんまにヒロミさんみたいになってきてんなと思ってだからヒロミさんともすごい会った時に話が合うんですよ。もう釣りの話やとかなんやとかいろいろ。でもこのまま行くとスノボー手出したから次もうまたも戻ってくるんちゃうかと思って、ロングボードサーフィンも板も置いといたらよかったなと思って、引っ越し屋さんに全部あげてもってんな。でもそんなこうなんちゅうのチャラチャラボーイになってやろうかなと思って、もうそうしてたらね、また多分スノボーこそそんな出会いなかったですけど、顔隠してますからね、こうやってこういろいろやってるうちにまだ何か新しい出会いがあるんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。で、まあ、今日は今日もね、雪降ってたじゃないですか。で、その前に雪降ったでしょ。だからちょうどそれで苗場の方もすごいこう、なんていうの、こけても痛くない感じの雪やったんですよ。で、まあ雪降るとですね、これまたなぜかわかんないですけど、坂田師匠から電話がかかってきまして、留守番電話に入ってまして、岡村隆史の一番の不安、坂田敏夫ですって、雪大丈夫か、雪ものすごい降ってるやろ、東京気ぃつけよう、転んだあかんぞ、頭打ったあかんぞ、アホになるぞ言うて風邪ひくなよ、岡村隆史の一番の不安の坂田敏夫でした、ありがとさーんって言って、これもうね、ほんまに何かある地震あったら坂田師匠で大丈夫かって電話くれはりますし、もうんであれですよ、
お電話いただいたんで、お電話返したら、あ、大丈夫やったか雪は、って、大丈夫でした、って、えらい積もったんちゃうのか、って、いや大丈夫です、風邪ひきなや、って言われまして、また、ね、坂田師匠も大丈夫ですか、風邪とかひいてませんか、って言って、この間なちょっとひいてな、体調悪なってな、気ぃついたらもうね、病気の話しかしてないの二人ともこれだ、人間ドック行きましょう、どうやった、とか言って、もう僕もそれなりに年取ってきたなと思って、そんな中こう坂田師匠から電話あったら、あれですよ、今度清志師匠、僕ね、清志師匠ね、あの日本一周、中井と日本一周やった時に清志師匠に出てもらってたんですよ。でその時にまた次の日に清志師匠から連絡入ってたんですよ、留守番電話。西川清志です。昨日はもうありがとうございました。そして25周年、ナイティナインさんおめでとうございますっていう留守電入ってたの。それを聞いて、あ、またあれやば、連絡せなあかんわ、と思ってって、ずっと忘れてたんですよ。で、ふっと思い出して、あ、俺の電話してないわ、と思って。それを坂田師匠の電話聞いたもんやから、もう、そういった坂田師匠と清志師匠って昔、あれやば、一緒に住んではったわ、っていうのでパーン繋がって。そういったヘレンさんのこと坂田師匠好きやったわ、みたいなんでパーン繋がって、そうや、清志師匠に電話すなと思って、電話して、留守番電話やったんですけど、留守番電話にありがとうございました。お礼の電話ちょっと遅れてしまいまして、って言って。で、入れて、ありがとうございました。って言うたら、また清志師匠から電話かかってきて、本当におめでとうございます。25周年。で、めちゃイケにも出させていただきまして、相方さん、そして中井くんにもよろしくお伝えください。って言って、失礼します。もうこれやるとね、もうほんまに永遠に続いてまうの、ラリーが。どっかでだからもうそこはもうスッと僕も、消去して。留守番では消去して、もうこれで終わらそうと思って。こうやってね、でもいろんな人から声かけていただいて、心配もさしていただいて、でもすこぶる遊びほうけてます始めていきましょう。ナイティナイの岡村隆史オールナイトニッポン。この番組はスカパー、高須クリニック、ロッテ以上各社の協賛で、東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。曲です。これは山形県ペンネームまっさらな気持ちからいただきました、カナブンです。突然の潮吹きをこう呼んでいます。スコールスコール。再来週2月19日にお送りしますスペシャルウィークのお知らせでございます。再来週の木曜日、岡村隆史のオールナイトニッポンではこんな企画をお送りします。寒い夜だから、 Easy to down DJ 高橋 VS DJ Cole Scratch Quiz Overnight